不動産経営で QOL を爆上げようをテーマに、基礎から応用まで皆さんの役に立つ不動産経営知識をど本音で解説していくチャンネルです。どうもこんにちは、コンスピリート長谷川です。本日のお題は兼業施設について考えてみようです。皆さんは兼業施設って耳にしたことはありますでしょうか？心理的瑕疵という側面もありますが、一般的には宅建業法が定める重要事項のルール上は、その存在を知っていれば物件を買うことはなかったであろう事実は説明すべしとなっています。たとえ物件から多少離れていても、内容によっては告知義務ありと判断されるものもあります。自分が購入した時にはさほど気にしていなくても、いざ売る段になったら、その告知義務のおかげで売るに売れない、売り値が下がってしまうなんてこともあるかもしれません。重要事項で説明される代表的なものは、1、公害、騒音施設。2、教育上良くない施設。3、人によっては不快感を覚える施設といった感じでしょうか。公害、騒音系で言うと、大きな幹線道路や線路、工場などが該当します。騒音や振動、匂いなどはダイレクトに健康被害に結びつきますので、これは分かりやすく説明義務の範囲と言えます。次に、教育上良くない施設ですが、飲み屋街や風俗店、パチンコ店、反社の事務所などがここに該当します。特に子育て世帯からすれば避けたい施設でしょうから、これも説明義務の範囲となります。一見実害はないのではという方もいらっしゃるかもしれませんが、これらの施設が近くにあることで物騒な事件が起きる可能性は多少なりとも高くなるとも考えられます。そして3番目の不快感を覚える施設。これが一番取り扱いが難しいかもしれません。人によってはという注釈をつけざるを得ないのですが、その施設を嫌だと感じる人もいる以上、トラブル回避のためには不動産会社側も説明をするケースが多いのではないでしょうか。例えば神社仏閣、墓地、病院や古戦場、宗教施設などがこれに当たるものと思います。1に比べれば実害はないように思われるものの、言葉は悪いですが、なんだか気持ち悪いという人は一定数おられるものと思います。もちろん物件敷地内にお堂や井戸があれば、それは確実に説明義務の範囲となりますが、近隣にあるということが説明の範囲内かどうか、これは結構判断が分かれるところです。さて、以上が代表的なものですが、一見さほど問題にならなさそうなのに、実は兼業施設とも捉えられるようなケースもあります。例えば時期や時間によって騒音や問題が発生するような施設です。内見時には日中しか稼働していないと思っていた工場が、実は繁忙期には24時間操業で昼夜問わず騒音がするとか、学校や幼稚園がすぐ近くで登下校時やイベント時に騒音や渋滞が発生したりということに、住んでみて初めて気づくケースもあるでしょう。幼稚園の場合は送り迎えの時間帯、自転車が道に並ぶことも多かったりしますから、通行の妨げになったり、自宅の車庫から車が出せなくなったりなんてこともあり得る話です。学校や幼稚園の近くは普通は環境が良さそう、便利といった捉えられ方をされそうですが、時期や時間帯によっては兼業施設と捉える人がいるかもしれません。また2021年10月に国交省が満を持して人の死の告知に関するガイドラインを発表しましたが、その物件自体で自死や殺人があった場合には当然告知事項ありということで重要事項説明の範囲となります。ただ
割と分かりにくいのが、物件の隣が事故が起きた家だったり、分譲マンションの上下の部屋で事故が起きていただったりというケースです。まとなりの場合は告知事項として謳うこともあるかと思いますが、同じ階で亡くなっているとか、マンションの共用部や敷地内で亡くなっていたなんて場合には説明がスルーされてしまうことも少なくないかもしれません。というわけで今回は兼応施設についてお話をしてきました。なかなかセンシティブな内容ですが、売買や賃貸借の際に影響が出る重要な部分でもあります。物件を検討の際には実際にご自身の耳や目でご確認いただくことをお勧めします。それでは AMO 認定不動産管理会社コンスピチャンネル、今回はここまでです。聞きたいテーマ、ご意見、ご感想はコメント欄へ、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。